オマー・エップスはアメリカ合衆国の俳優兼ミュージシャン、MC。2006年はドクター・エリック・フォアマン役でフォックスで放映されているドクター・ハウスに出演している。妻はトータルというアメリカの R&B グループのメンバーの一人、ケーシャス・パビー。2004年に結婚した。一時の父でもある。アメリカのニューヨークはブルックリンに生まれる。 演劇を始める以前にラップグループウルフパックを自身の弟と結成し活動していた。10歳頃から映画のシナリオらしきものを書いていたという話がある。ニューヨークにあるラガーディア高校で学ぶ。演劇キャリアの初期においてはスポーツヒーローの役やトラブルメーカーのティーンウェイジャー役が多かった。そんな彼に天気が訪れるのは1992年に 公開されたアーネスト・ディッカーソン監督作のジュースという映画でラッパーの2パックに次ぐ順守役を得てからのこと。この作品によって一気に知名度が上昇しメジャーリーグにでは前作でウェズリー・スナイプスが演じた役柄を引き継ぐ。北野武監督のブラザーでは順守役を演じた。またテレビドラマでは ER 緊急救命室のドクターデニス・ガント役や ドクターハウスへの出演により、お茶の間の人気を一気に獲得した。ギャングスタサグのような役割からコメディアン的なもの、医師などの役柄まで演じることができ、その評価は高い。トータルの1996年のファーストアルバム収録のテルメでは、現在の妻である経営者と共作している。ラッパーのアイスキューブと共演したこともある。ありがとうございます。